さんこんにちは、オーセス。今回は琉球ゴールデンキングスのオンラインショップにて T シャツを購入させていただきました。この T シャツが届きましたので開封紹介していきたいなと思います。今回購入した T シャツが、一つが琉球ゴールデンキングスが西地区優勝を記念した T シャツと、もう一つは今着ていますこの団結の力 T シャツの2020-21 年シーズンバージョンの T シャツを購入させていただきました。それでは早速開封していきます。こちらが今回購入しました琉球ゴールデンキングスの西地区優勝記念 T シャツと、2020-21 年シーズンの新しい団結の力 T シャツです。こちらが琉球ゴールデンキングス西地区優勝記念の T シャツになります。こちらの T シャツの特徴と言いましたら、なんといってもこちらの堂々と塗っています B1 ウエスタンカンファレンスチャンピオンズ。これはもう琉球ゴールデンキングスがもう西地区優勝した証でありますし、優勝したチームの特権の T シャツになります。こちらが琉球ゴールデンキングスの2020-21 年シーズンの団結の力 T シャツになります。琉球ゴールデンキングスが選手のみならずファンと共に最後まで戦うという意味を込めて、今年の琉球の団結の力 T シャツが販売、そして購入させていただきました。今回はこちらの団結の力である、ホワイト&ゴールドベースにしたデザインに、こちら選手ファンが共に一つ We are one, we are kings、 みんながキングスだという意味を込めたテキストが込められています。そして首元にも琉球ゴールデンキングスという、ネイビーカラーで文字が彫られています。今回の団結の力 T シャツがこの前面だけではなくて、バック部分にも琉球ゴールデンキングスのマークと、そして選手の皆様がプリントアウトされています。キングスのチームロゴ、今回は団結の力を象徴する白と金で彫られていて、そして下には琉球ゴールデンキングスの選手の皆さんがプリントアウトされています。今回前だけではなくて後ろにもこのようにロゴと選手の皆さんがプリントされていまして、前から後ろからでも見て楽しい、来て楽しいかなと思いました。上から牧選手、キムティリ選手、石崎拓実選手、そしてハーパージャンジュニア選手、ジャック・クーリー選手、ドウェイン・エヴァン選手、小野寺選手、三原選手、セドリック・シモンズ選手、フニュー・セイヤ選手、そして岸本選手、涙と成人選手、キャプテン田代直樹選手、今村選手、今シーズン琉球ゴールデンキングスで戦い抜いている14人の選手の皆さんが一人一人鮮明にプリントアウトされていました。以上が私が今回購入しました西地区優勝 T シャツと、こちらの団結の力 T シャツの紹介になりました。こちらの T シャツたち、本来は私の考えでは沖縄アリーナで購入する予定だったんですけども、沖縄アリーナの対象の試合が中止になって私が行くことができませんでしたので、今回ちょっとオンラインショップで購入する形になりました。でこちらの団結の力 T シャツは、まずは名古屋戦、本来最後の試合になるはずだった、名古屋戦でこの団結の力 T シャツを着ていきまして、そしてこちらのチャンピオンシップの、こちらのチャンピオンズ T シャツはチャンピオンシップクォーターファイナル、もし行くことになりましたらこちらの T シャツを着て応援していきたいなと思います。いよいよシーズンも終わりまして、琉球ゴールデンキングスがホームというアドバンテージを勝ち抜いてるんですけども、気になるところはこの対戦相手が一体どうなるのかっていうのが、こちらの残りシーズンで決まってきますので、またそちらの動向をしっかりチェックしていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。